欅坂46、現桜坂46の元メンバーである今泉結衣さん。卒業後に YouTuber の渡辺真帆さんと結婚し、2021年7月に第一子出産を発表していました。しかし、結婚と妊娠を発表した直後、渡辺真帆容疑者は児童ポルノと猥褻で逮捕されています。第一子出産報告では、結婚については触れていませんでした。出産した時点では、入籍はしていないものと思われており、今後どうなるかは、2021年7月時点で不明のままです。そんな今泉さんですが、欅坂を辞めたのは、いじめが原因だったと言われています。今泉さんへのいじめが始まったのは、2017年7月頃だと言われています。ちょうどこの頃、欅坂はファーストアルバムを出していて、その中に今泉さんのソロ曲がありました。これによる妬みから始まったと考えられています。また、今泉さんは2017年4月から8月まで体調不良のため一時的に活動休止していました。いじめが顕著になったのは彼女が復帰してからだとされています。撮影中の暴言。今泉さんは撮影中、決まったメンバーから暴言を受けていたと言われています。その際は、堂々とみんなの前で言われていたということなので、他のメンバーもいじめを知っていたはずです。しかし誰も、いじめの主犯格を止めることはしなかったそうです。私物がなくなる。今泉さんは、欅坂に所属していた時、私物がなくなるということがたびたびありました。化粧品や靴下、服がなくなることもあったのだとか、トップスがなくなった時はスタッフに上着を借りて帰ったこともあるそうです。楽屋から締め出される。一人だけ楽屋から締め出されたこともあったそうです。楽屋に鍵をかけられて中に入れなくされたのだとか、一人だけ楽屋に入れないという状況になったのなら、当時のスタッフさんなど誰かしらが気づきそうです。たまたま誰にも気づかれなかったのか、スタッフすらもいじめを放っておいたのか、事実は分かりませんが、撮影中であっても今泉さんへのいじめが行われていたことは周知の事実だったのだと言えるでしょう。活動休止中のメッセージ。今泉さんは先ほども触れたように、2017年4月から8月まで体調不良のため活動を休止しています。この4ヶ月の間、いじめの主犯格メンバーから次のようなメッセージが届いていたそうです。もう戻ってこなくていいよ。平手が築いてきた欅坂をお前が壊した。平手とは同じく欅坂46のメンバーで、現在はソロで女優として活動している平手友梨奈さんのことです。欅坂にいた頃はデビューシングルから卒業するまでの全てのシングル曲でセンターを務めていました。今泉さんは絶対的センターを務めていた平手さんが不在の時、代わりにセンターを務めたことがありました。その時のことを今泉結衣さんが体調不良で休んでいる時に言ってきたということでしょう。いじめのきっかけ。今泉さんへのいじめのきっかけは、どうやら妬みやひがみの対象になったというだけではないようです。そこにはグループ全体における平手友梨奈さんへの崇拝が関係していることが分かりました。先ほどもご紹介した通り、平手さんは卒業するまで全てのシングル曲でセンターを務めた、まさに絶対的センターでした。欅坂は平手さんが牽引してきたと言っても過言ではありません。そんな中で今泉さんは平手さんが不在の時に代わりのセンターに抜擢されるなど、いわば平手友梨奈のセカンドとして活動していた時期があったのです。いじめの主犯格だったメンバーはいずれも平手さんを崇拝していたということで、代わりに今泉さんがセンターに立つことが許せなかったようです。だからこそ平手友梨奈が築いてきた欅坂をお前が壊したという発言にもつながるかもしれません。復帰後のいじめ。2017年8月に復帰した今泉さんでしたが、その約1年後には卒業を発表。いじめは復帰から卒業までの約1年半の間にさらに悪化したといいます。運営に相談しても何もしてくれなかったそうです。他のメンバーも見て見ぬふりしていたそうです。その結果、今泉さんは過度のストレスが原因で心因性難聴を患ったり、全身に発疹が出ることもあったのだとか、また自殺衝動もあったと語っています。
そんな中で運営は今泉さんに対し2018年8月に発売するシングルで今泉さんを選抜に入れること、いじめの主犯格メンバーをクビにすることを約束したそうです。しかし新曲の振り付けのレッスン会場で今泉さんはいじめの主犯格メンバーの姿を発見。なんと運営は今泉さんとの約束を破ったのです。これによりいじめがひどくなったと感じた今泉ゆいさんは欅坂を卒業することを決めたのです。欅坂46から卒業することでいじめがはびこる環境から抜け出せた今泉ゆいさん。欅坂時代にはいじめに遭い、その後のプライベートは順調かと思いきや、婚約者は未成年のわいせつで逮捕されてしまいました。渡辺真帆と容疑者との結婚については白紙になった可能性も高いですが、第一子が生まれたことで守るべきものができたのは事実でしょう。今までの人生が辛かった分、これからは子供と一緒に幸せになってほしいと思います。世間からはいろいろな声が上がるのも事実ですが、そういう声に負けないでほしいですね。